いやーもう宿屋あれば楽勝っしょ。急に勝ち気。いやもうね、もう呪い人形なんか目じゃないっすよ。宿屋あれば楽勝っすよ。こんなんも子供騙しもいいとこですわ、呪い人形。あとはここか、こっから行けるっしょ。ここの上は、あ、上すげえ行けんな。おお、二つ。おお、レバーもあるや。レバーもあるじゃねえかよ。ああ、もう。今のは幻。シルバーアーマー来ちゃったか。いや、やっぱ怖いわ。やっぱあいつらはやめよう。今は上がってますか。まあ下げるか。いやー、呪い人形やべえな。やっぱやべえよ、あいつ。やっぱやべえよ。よし。いや、もうどう。まあまあ、いいか。ラキルまでもねえんだよな、だから。なんかようわからんくなっちゃってる。あれ、テッシーは？攻撃は？遅いね。もう一撃で倒せるからね、アグロスが。よしよしよし。よしよしよしと。いや、レッドコア、まあ、前回すげえなんかいろんなの詰まってたよね。いろんな出来事。呪い人形の恐怖。宿屋。レッドコア。ああ、左下ぐらいか。上に、そうよね。ここは、どうなん？まあまあまあ。まあ、こいつこそ本当に、足を止めての打ち合いだよな。まあ防具しっかりしてきたから50ぐらいか、テッシーでも。まあ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 なダメージをな。ジュリナ、魔法は覚えず。上行きたいんだよね。あ、あるね。あ、ここの扉開いたから。おう。おう。おし！あと一つ。レバー下がってる。上げて、レバーを上げてワープに入るのか？そうすると上行けんのかな？鋭い眼光やってくるよね。アグロスとテッシー一撃で、あー倒せんか。アグロスならなんとかしてくれる。そういうコマンド選択をしている。テッシーがもうちょい頑張ってくれれば。一旦エストナですね。これでいいでしょう。大丈夫か、大丈夫か。ルフィア、テッシーでもいい。よーし、よし、いいよ。あぶねえ。あぶねえ。怖いわ。まあ、一体だったらいいか。お前、ここで仕込んじゃねえぞ。ここで仕込ったら容赦しねえぞと。
本当に。あーよかった、もう大丈夫、もう大丈夫。あいいよいいよいいよ、もういいよ、もうしこってもいいわ。アグロスの一撃でいけるんで。オッケー、シコガエル攻撃力も結構あるな。いまだにアグロスに60与える、なかなかいかついね。ここに1個で上にも行けますもんね。ああはい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 、123と、この3つの宝箱のどっかにアルミナはあると。でレバーを上げて多分ワープホール入れば、あそこのワープホールに行くんでしょう。そういうことですよ。もうエストポリス電気2やってるから、もう余裕なのよ。そういうのがすぐわかる。すぐ、おい、やばい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 、あぶねえあぶねえあぶねえ。そうか、それがあんのか、それがあんのか。いやちょっと悔しいけど、悔しいけどここは使うよ。ちょっとね、本当に。間違えたー。よしご。多分これレバー上げて、どこまでも邪魔する野郎だぜ。でもできるだけやっぱりね、ちょっとでも倒していきたいよね。まあでもだったらレッドコアだけ倒せよっていう話か。おお、ドリッド、おお、いいじゃんいいじゃん。デス、来た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 。デス、あいつにかますか、あいつにかますか、 N さんに、 N さん。敵一匹を死に追いやる魔法です。成功する確率の低い魔法です。ちゃんとした説明、ちゃんとした説明ありがとう。まだ全体こう、まあこれは使っちゃっていいっしょ。もうだってもうゴールだもんね。もうゴールだから。ただ、ラギっても、おいラギっても、倒せなかったかもしれない。HP が意外に高いからね、こいつらな。あ、全然死ぬよか、死ぬよか、全然いいわ。まあ上がってると思いますよ、多分これはね。えい、ビンゴー。いやーいいね、気持ちがいいね。よしよし、来た来た、レッドゴア。その前にこいつらを片付ける。今んとここいつらピカイチだからなーって語ってるうちに逃げるっていうね。攻撃力ピカイチだからこいつら。ルフィアが悲しく空振り。シルバーリスト、リストはもう買ったんだっけ、買っちゃったか。まあでもだいぶ落ちてるね、だいぶいいの落ちてたよね。これはコースか。どっちもどっちだよな、こいつら。まあ、やるんだったらちょっとジュリナとラギルでいけるかどうか。
おお、全員回避。そんな中一人だけ混乱していると。治ったと。あ、強いね。やっぱ強いか。そこそこやるね。やり返されてるぞ。よし。いや、あの宿屋で一発逆転ですね、もうこれは。一発逆転よ。どっちなんだろうな。こうか。早く全体攻撃のバスターソウル、バス、あれ最初装備してたのって、ああでもデュアルブレードか。最終的にはバスターブレード的な何か欲しいよな。全体攻撃のやつ。ジュリナとルフィアじゃこいつらを倒せないと。もうよし、クリア目前。この洞窟クリア目前にどうでもいい情報が手に入ったと。ああ、もう一つあったね、宝箱。まあ、これでアルミナは全部ゲット。できました、と。シルバーシールドは確か、買ったか。オッケー。で、あとはローアン?ローアン等か。いや、ローアンは楽勝でしょ。ロアールか。ロアールはもうここの日じゃないほど楽。本当はロアール島から行くべきだったんですよね。多分あそこ呪い人形出てこないから。で、今アルミナが5個。6、7。で、全部揃うよね。ヘラートとロアール島に1個ずつで、ヘラートのあの紫トカゲんとこは多分今のとこより強いので今は行かないです。そうですよね。さあアグロスに来い。来ねえ。電撃は防御できているのか。していない気がする。よし行こう。いやもうここ絶対もうきつくないとか言ってたけど、その日じゃなかったね。あの二つの島。どこだろうこれ。どこにあんだ。そこそこ取ったんでしたっけ。もう全然超可愛い。あーでもきついなこれ。いやでも、行くしかないよな。しかないねこれ。きついけど。カズチがねアグロスに30-40食らうから、全員やってきたら160食らうんですよね。あーまあまあまあ逃げてくれたか。1体でいいのよ、1体で。ああはいと。血を回復するかい。下から行って奥に行く感じでしたっけ。出た。
俺を苦しめたやつ。まあまあでもこれラギルが入ればいいんだけども、そこ一番のとこだから。これですんげえ苦しめられたよね。ジュリナ起こすか。いや、テッシーかな。一撃、とりあえず数減らす。よし、これでもう、いや、あんだけ苦しめられたのが、まあ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 、ちょっとは時間かかったけども、まあ、OK よと。奥行ったんでしたっけ？もうその恐怖で忘れてまんがな。あ、そうか、吊り橋の奥行けばっつってたのか。そういうことよね。こっち右はある程度行って左行ってないのよね。ここの奥でいいんだ。そうすると半分ぐらいは右側で探索しきったのかな。そこだよな。穴開いてるぞ。穴開いてるけど。ヴァンパイアももう一撃。アグロスすごいな。おわほわ、これが入らない、入りきらないのよね。えそこなんだよな。まあ2体削れたからよろしい。危ない危ない。ルフィアの MP すごいな。左上に宝箱2つ。おうおう、素直にいけた。ここは穴ねえよな、さすがに。意外にエルバ島とウルップ島全部で3つ。まあちょい厳しかったけどクリアできたんで、まあスモークボールのおかげか。早めに行けたのでよかったですね。おそらくここ、うわーでもあるな結構。ここ行ってここがあって、え、結構広くない？あー、そっか。あれ、アルミナだろう。多分。そっかそっかそっか、あれか。すっかり忘れてたわ。呪い人形のせいだわ。あれアルミナでしょう。でも一応行けるとこ先行こうか。あれアルミナじゃなかったら相当のタヌキだぜ、スタッフ。いや広いぞ、想像以上に。単純にきついよねこれ。
単純にはぁはぁとしか言いようがないけど、なんだっつったらエルバとウルプよりきつい。いやそんなことねえな、呪い人形いないから。ここでレベル上がってからあそこの呪い人形行くべきだったんでしょうけど、まあどっちもどっちだよな。これ結構辛いっすよ。いやそうでもねえか、そうでもねえわ。ぐわーってそうこう回ればいいだけか。右は下行ける。いや全然問題ないっすね、大丈夫っすね。もう単純にテッシーとアグロスで潰せればって思ったけど、そうはトンヤが脅さないと。麻痺直すのはテッシーだよな、パライズ。そうだよな、確率低いもんな。ですわ、まあステータス以上が最強とはよく言ったもんですわ。ちょっと万一を考えて回復。おい倒せねえ。ジュリナが目覚めた、ラッキーですね。さあテッシーの攻撃でマンティコア倒して、ルフィアで倒して、ジュリナでザウルスに最初突撃だと。よし、突っていく。まあ、やっぱりきついっちゃきついか、そこそこ。あれ、エスリト？あ、違う違う違う、エストナだよ。移動させてながらパライズ、ジュリナが持ってんのか。3つ、え、で下バカな、バカな、そんなデスアローいる、需要ある。アグロスがスカルヘッドの左狙っておくれ。くー、まあ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 、なかなかに切実な攻撃してきますよね。起きろや。全員起こすっていうやつないですね。ジュリナの攻撃一発じゃ倒れない、まだ倒れないんですよね、あいつが。ねえ、そうよね。この4人に攻撃してくるやつが地味に長い。そう思いません？ねえ、長いですよね、これ。全員寝ちまったし。テザールか。
ふう。右に落とし穴落ちたところが右からしか、最初入って右から行ったんですよね。きついっすね、今から行くのが。なんとかつながっていてくれたらありがたいんだけどね。まあ、こうやってステータス以上をやってこないんであれば HP は削れるけど早く終わる。当然ここは下に出るから、もうもはや感覚で移動してやってる。なるほど、これ奥行きましたよね最初ね。確かそんで、落ちたんだよね。あ、これいけそうですね。ちょっとした優しさかな。奥行って下行っていけそうな気がする。そうよね、いけるかこれは。おお、ついにアグロスでこいつ一撃いけるか。そんな時が来るとは。これだいぶお金もたまったでしょ。もういらないシルバー品も、いらないシルバーすげえあったから、もうさあ4万来た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 。ここのあれ、この奥は何なの。奥行ったっけ、下先行ったんだっけ。奥見てみましょうか。もうラスト力を振り絞っていく。もうマンティコアスラ一撃。ラギルで倒せると。よし、回復は怠らない。奥行ったか。じゃあもうここ下、あれ、そっから入るんじゃないわけか。なるほど。どっから行くんだ。そうするとやっぱ最初のところ戻んないとダメなのかな。ラギルあんま効かないか。最初のところからか。あそこ右、やっぱあれがアルミナか。この外側はどこに繋がってんすかね、超謎なんですけど。どうせだったら取って帰りたいっすよね。
まあ、テザー使って右から行ってもいいんですけど、どうなん？ここはもうな、上に行く階段？そうか、ここに来るんですか。ここに来ると。一体どういう、あれだ。あー、なんかすげえデジャビュー、今。同じ感覚、デジャビュー、これ。前にもこんな感覚あったな。来た、これ、来たな。実際、ないんですけど。なんかすごい来たな。あれ、でもここに入ったんですよね、最初、下くぐって。あ、そう。ってことは、ここから、いけるはずよね。これ撮りますんで、この動画で。シークバー行っていいっすよ。飛ばしてももらっても全然。はい、こっから、あ、宝箱やれ、こう右切ったと思ったんですけど、あれ違ったですか。ちょっとようわからんくなってきてる。ん？あの宝箱取ってないか。でも上の宝箱取ってたんですよね。あれ？どういうこと？ってことは上行ったんか？それでも下から回ったんかな。いやー、ちょっと覚えてないね。あの骸骨のせいでリデッド。すべての敵生きたね。いいね。グループが分かれてるときにかなり有効。あ、そこか。いや、でもそこだったら取ってるよね、これ。ここだったら取ってるはずよ。取ってないのか。先に右から入ったってことが、上からぐるーって回ってきたんか。私は。そういうことでよろしいかな。リレットちょっと見てみようよ。そういうことか。だからこの扉に入ったのは右から来て先に入ってぽくないみたいな、この通路絶対ビンゴでしょっていう感じを受け取っていったんか、進んでったんか。そんな強くないね。あれか、リデートは。そうよね。ここは来たもん。で、落とし穴に落とされたと。そういうことですわ。その落とし穴が、上だけだったらいいんだけどね。右と左も怪しいか、そうなってくると。念には念を入れて下から行きますか。左だな。よし。バカな。マジかよ。え？マジで？いや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 、ここに
今ちょ待って、アルミナ5個でしょ。だからここの洞窟に一つあるのよね。であとはヘラール、右も大丈夫、左も大丈夫。いや完全にここだと思ったんだけどな。ってことは下か、ここの下ですか。降り立った後になんかあったっけ。ちょラギで行くわ。いや完全にもう終わりだと思ってたから結構もう消費しちゃってんのよ、ルフィア。マジでマジか、こいつはびっくり。落ちたとこの先、あ、ここも落ちるんだ。左にあったからここ行ってないよな、多分行ったっけ。これだるいわ、ちょもうだるいわ、だるいだるい。さすがに、さすがの俺様も。出口か、ちょっとそうしましたら、アルミナ手に入れましたっていうところから次回もう一回動画で撮るのはさすがにね、厳しいんで動画としてここにありました、この宝箱にありましたってとこから次回スタートいたしますので、ぜひよろしくお願いいたします。テッシーでした。本当最後までありがとうございます。